天海さんにも一個クソ丸々がありまして、はい、天海さんはクソ仕掛けが多いです。そうなんだ、クソ仕掛けっていうのは何かというと、はい、安くて遠い仕掛けのことですね。ポンとかチーとかってことですよね。そうです。そうなんだ。天海さんの見ていると、はい、とりあえずね、本一を全然狙わないんですよ。あ、そうなんですか。単野赤市の遠い仕掛けとか、はい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 、薬杯の遠い仕掛けが結構多いんですよ。これがね、コースこれが増えると何が起きるかというと、はい、まず遠いのでなかなか上がれないと。はい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 。でも泣いてるから手配はちょっと狭まってるじゃないですか。ですね。リーチを受けた時に、はい、もう安いから押せないんですよ。自配を1枚残すはまだ継続してるんで、泣いた後も、はい、一発は避けれるんですよ、その自配。一発はそうです、避けれますね。一発だけは。でもよく見るとその後手詰まるんですよ。これは何かというと、上がりがないのに報酬の可能性だけあるわけですね。ありますね。ということは上がり率は下がり、報酬率が上がってしまう。まただ。ね、またですね。そう、ということが起きるので。どんどんそれで下がってるんだ。そう、だから仕掛けって普通上がり率をねアップさせるためにやるんですよ。そのためにやってると思ってました。ね、そうで、まあそれ合ってる仕掛けもいっぱいあるんですけど。はい。遠いクソ仕掛けが多いのが。なるほど。そう、だからなんかこれはなんかカンチャンだから泣いとかなきゃなとか、はい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 、この自敗は泣かないとなみたいなのがあって、結構ねそれが足引っ張ってることが多いですね。